はい、皆さん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいます。朝の小池です。それではですね、ブレアウィッチクリアしたけども、まあ、グッドエンディングを目指して頑張っていこうかなと思います。それではやっていくよ。まあ、ニューゲームからやっていくぜ。これ、ピーターと後ろの人誰？ 後ろがピーターで前の人誰なんだ？ 前の子は誰なんでしょうねーつって、他飛ばせないんだよね。条件としては敵を殺しちゃいけないのと、シンボルを破壊してはいけないのと、17章はまあ最後のステージなんだけど、そこに出てくるラーニングの幻を殺しちゃいけないだと、キコリを殺しちゃいけないらしいです。あ、飛ばせるわ。こっからもう飛ばせんだ。あと、ジェスの電話には秒で出ましょう。はい。もしもし、エリス。いやー、ジェス。ワンコールで出る。電話をくれるなんて嬉しいよ。君が電話をくれるとは思ってなかったから。そうね。他の電話が出なきゃいけないのかはわからんけどね。どうなんでしょうか。ながら運転しちゃダメなんだよ、ほんと。行方不明になっている子供のことは聞いた。俺も捜索に加わっているんだ。え、そうなのね。それって、いい考えだと思ってるの？もちろん。だと思っとるの？どうしてそんなこと聞くの？持ってないから。理由は分かってるでしょ。あのタバコの銘柄、あれだよね。森で拾ったやつ。あなたの言う通りよ。ってことは、エリスが犯人だったってことだよ。いや、ジェス、待ってくれ。あれも聞いたよな、この電話の会話。もうすぐ現場に着くんだ。後で電話するよ。分かったわ。よく分かってないんだよね、俺もこれ。よく分かってないとか言われてもね。つうわけで。来い、バレット。ラニング保安官と接触できる方法があるか探してみよう。探してみましょう。というわけで、もうデフォでいいかな。で、持ち物。バッテリーというのがあるんですよ。これは、17章で、バッテリーを見つければ、バッテリーはお持ち帰りできるんですね。どうやら、もう俺たち抜きで捜索を開始したようだ。つまり2周目ってこったエリスよ。2周目のエリス。この子を探して。もう十分な辛い。悪いな、本当に。早いものになった。何人も森の中に行ったら。パカパカしてやるぜ、ほんとに。パカパカしてやるぜ。写真は別に撮っても問題はないみたいですよ。なんだか、スレンダーマンみたいな。俺たちはあれを放っておいたりしないよな。ゴミ野郎。そんなところかな。あとは、これだ。これだ。これだ。森全体をくまなく捜査するようだな。で、これだ。十分な準備をしてきたんだ。で、これだ。今までにないくらい準備万端だ。では森に入ろう。準備万端。これは別に問題はないみたいですけど、一応触れないでおきます。触れないでおくけど。細かいやつはちょいちょい確認していきましょう。来い、バレット。別にあれを取っても大丈夫っぽいね、木彫りの人形は。さあ、始まりますーといったところですね。
ホラー映画で。一応ホラー映画なんだよね、元は。それはもう、でもね、全然怖くないっしょ。全然怖くないって言ったらないかもしんねえけど。これはさ、3D 酔いすんだよ、マジで。同じ風景だし。マジで気分悪くなったもん、俺。これ以上待っていても仕方がない。フランシューバーイ。2ちゃんで。ベース、こちらエリス。聞こえますか？ベースです。エリス、ここで一体何をしているんだ？何してるんだ、お前は。頭イカれとんのがイカれてるわ。エリス、もしお前が義務官からここにいるのなら、頭イカれてんだよ、こっち。兄弟のことって何なんだ？兄弟って何なんだ？兄弟バルト。ロルトは一緒です。クラウドはいません。それじゃあクラスファーストはいません。ティファもいません。はい。今度はしくじったりしません。今度こそは。パレット2がレッド13ってとこだから。7期。さて、仕事にかかろう。すなわち、地上最強の人間。なんだ、メール。このメールが来てるってことはジェスだな。そうだ、電話するって言ったんだっけ。電話するよ。というわけで、ジェスに電話しなきゃいけない。めんどくすんのかな、俺かな、意外によ。いや、ジェス、メッセージを見たよ。はい。電話遅れてる。メッセージを見たぜ。ああ、今のところは特に。ありがとう、ジェス。だから辛くなったら電話して。いいわね。私はここにいるから。そうするよ。辛くなったら。スペンサーが何か見たような気がするっていうか、何か見たような気がする。アライグマ。アライグマなんかじゃなかったって言っただろ。バレット、取ってこい。ああ、やっと見つけた。ね、帽子がある。ああ、いい子だ。放っておけ。今はそんな暇はない。ピーターの帽子だ。でかしたぞ。急がなくては。匂いを追跡できるか。さあバレット、匂いを嗅ぐんだ。そうだ、俺を案内してくれ。ドルトー、バレット待て。ようやく姿を現す気になったのか。バルト、もうこんな風に俺を置いていくんじゃないぞ。俺はここで一人きりになることはできないんだから。どうした、何か見つけたのか。そうか、まだピーターの痕跡を追っているんだな。よしよし、案内してくれ。ただ行こうぜバルト。そこ秒で出る。いやジェス、エリス、あのさ、何か見たような気がするんだ。もう行かないと、後で電話する。デブイジェス。テント、あれはキャンプ場か。キャメロン、かなりボロボロだな。でもまだ使えそうだ。
ビデオテープ、どうしてこんなところにあったんだろう。おや、中にテープが入ってる。何が映っているのか見た。よくバッテリーあるよねこれね。当時当時。よし、ここだ。どういうことだ、このテープ。どういうことだ。たった今。まさかありえない。しっかりしろ、エリス。ありえない。多分ピーターのものだ。ピーター。ウォレットが匂いを嗅ぎつけられるかもしれない。ピーター・グリフ。あら。バレット。どうしたらいいかは分かってるだろう。トレーニングの時と同じだ。いい子だ。お前はそんなに頑固でなければ警察でうまくやれると思うよ。さあ、ゴーゴー。ゴー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 、バレットより先に行ってしまう。大丈夫だバレット、大丈夫だ。これはしかと。あれがシンボルですね。あれは壊さんといてください。こっちかな。暗くて何も見えねえんだけど。じゃあ明るさマックスにはしている。なんで。どうぞ。また連絡します。通信終了。通信終了。いけいけ、バレット。おい、バレット、どうしたんだ。またか。あぶれ。バレット、こっちだ。どうしたんだ、バレット。おい、つけよ。これだ。しっかりしろ、エリス。レス、こちらエリス。俺は枯れた白い木の近くにいます。レス、おお、最高だぜ。木を見つけたってよ、森の中で。最高だぜ。こんなのジョークですよ。俺は子供を探しに来たんです。こんなバカ男じゃなくてね。いい加減にしろ、スペンサー。もうたくさんだ。俺は帰る。随時連絡するんだぞ、エリス。通信終了。うぜぇ。おいで、バレット。さあ、ここまで来ました。森の真ん中にこんなものがあるとは思いもしなかったな。ましてや鉄筋コンクリートなんて。とはいうものの、鉄筋コンクリートがあるとも思わなかったけど。キャンディの包み紙、本当か。来い、バレット。お前ならもっとマシな仕事ができるはずだ。行け。行け。何か他のものが見つかるか探してごらん。くん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 探偵。よくやった。とてもいい。取ってこいって。よし。よ、どれどれ。ぐーん。待て、あれは。ピーターだ。よし、ピーター。ベース、こちらエリス。
ピーターは家出したんじゃありません。誘拐されていたんです。テープを発見しました。犯人の男が映っています。通信終了。ダメだ、エリス待つんだ。クソクソ、待てばいいのよ。どこかこのあった。待って、早う。こっち来い。来い、バレット。ピーターが危険にさらされている。彼を助けられるのは俺たちだけだ。よしが。出る道こっちだもんな。取りに行け、バレット。行け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 。本当にこっち方向で合っているのか。バレット。クレバットじゃん。俺たち同じところをぐるぐる回っていないか。どうなんだバレット。しっかりしろバレット。バレット。バレット。どこだバレット。よし。伊藤、あいつ、あれに発見されないように行く。歩かないとバレちゃうから。近い。ここまで来れば大丈夫かな。あ、やべ、あこさん、そこにいる。最低。カーライト NG ゾーン。よし、着いたぞ。よっかい。あれ、トロッコで乗ってくるところが。くそ。ちくしょう。あと少しだったのに。聞こえるか、エリス。応答せよ。はい、どうぞ。お前が言っていた白い木を見つけたんだ。本当にあったよ。ええ、ないはずがないでしょう。とにかく俺は近くにいますから。ないはずないでしょう。ああ、とにかくあまり待たせるなよ。なんだと。おい、俺たちには選べる余裕があるわけじゃないんだ。戻るぞバレット。あった。よしよし、これでいい。ベース、こちらエリス。ランニング、どこですか。まだ木の下にいるよ。俺もなんですけど。何、同じ木のことを言ってるのか。白くて葉っぱがなくて全体が黒い草で覆われた木か。それです。どういうことだ。それです。とにかく全てが馬鹿げている。ちくしょう、エリス、お前をここに来させたことが間違いだったんだ。お前は自分の名誉を回復したかった、それはわかる。だが今回のことはお前の手に負えん。まるで俺が狂っているみたいな言い方はやめてください。狂ってるからな。俺に何て言ってほしいんだエリス。俺はやれることはやった。でもうまくいかなかったんだ。うまくいかねえんだエネット。あんたの助けなんか必要ない。俺を必要としているのはあんたの方だ。この忌々しい森の中で俺はただ一人あの子に一番近いところにいる人間だ。ぶち切れ。エメット、聞いてるんですか。エメット、クソクソがよ。なんでこっち近道なんだけど、あっちに怪物がいるんで。
遠回りだけどこっちから行くしかないということですね。車。待て。ラニングの車だ。でもなぜだ。ちょっと前には完全に壊れていたのに。エメット、応答願います。そこにいることは分かっているんです。今あなたの車を見つけたんです。エメット、頼むから応答してください。明かり？明かり？ハロハロー。未来、明かりだよ。明かり。明かりを。びっくりされますよ、あんた。え？ヘッドライトだ。ヘッドライトをつけろ。なぜだ？誰なんだ？もしもし？しばしば。一体なぜ？何なんだ？もちろんロックされている。よし、鍵だ。どこで見つけたの？よし、取ってたやろう。いや、どうでもいいことだ。よくやったら、ここで待ってろ。ここで待ってんしゃい。したらつけたるけんの。ガチャコン。バッテリーがない。ボンネットの下を調べてみよう。バッテリーがない。バッテリーがない。ボン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 ネット。はい。バチっていくよね、これ。よいしょー、ツンツン。よし。トリビアチャレンジ。何やりやがっているぜ。怖っ。なぜつうとこのメールが届くんですよ。なんだで、これはですね、でそこの防空を鍵の番暗証番号みたいな、行ってみましょう。ここで待て。ここですね。防空壕か。防空壕。俺たちが突き止めることはなさそうだ。はい、とはい、どんどんどん。で、ここでですね、バッテリーが必要になってくるんです。バッテリーをぶち込むと、行方不明になっていたピーター・シャノン君9歳が3日間の捜索の末、無事発見されました。ああ。つまりピーター君は無事だったんだけど、ちょっとショック状態で喋ることができんというお話になっているわけですね。これは魔物について書いてあるみたいですね。
の化け物のついてる光を当てないでちょんまげみたいな、まあ、これがシークレットエンディングみたいなもんですね。ピーター君は3日の捜索のうち一人歩きしていたのが保護されたみたいですね。エンディングではさ、ピーター君いないよみたいな。が飛んでる。はい。いい感じだ。ここだけやりゃいい。スパーン。だがどうして。なんでだがどうしてってバレットどういうことなんだ。今度は本当に平静を失っているよな。現実世界に戻ってきたんだよ。俺の考えてることと全く同じだ。ここでだいたい30分ぐらいになります。はい、はいはい、ジェス。ジェス。君にしてはちょっと早いんじゃないか。後で電話するよ。いいかい。約束を守ったね。やだ、便所。ああ、バレット、この嘘だ。こんな思いをする価値があるんだろうな。どうなんだい。ダッシュ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 。バレット置いてけボリ置いてけボリ。え、これですね。喫煙者か。このタバコ、俺がお前を捕まえなくともタバコにやられるだろうな。俺のタバコやんけ。なんだバレット、何を見つけたんだ。ラーニング。よし、いい子だ。さあ脇へどいてくれ。大丈夫だ、俺も気に入らないよ。とにかく俺に調べさせてくれ。そしたらなんてこった。クソ、まさかまさかそんな、エメット、ついさっきまでどうしてなんだ。エメット、なんてことだ。クソ、ラニ、犯人は顔の皮を剥いだんだ。エイリが切り口、ラニングはタフで経験豊富な人だった。首に傷がある、深いな。なんてこった、かろうじて繋がっているだけだ。ラニングのバッジだ。彼ほどこのバッジがふさわしい人はいなかった。ラニ、写真は別に撮ってもいいんだけどね。写真で、バレット、バレット、犯人に、エメット、ここで何をしていたんですか。事件じゃない。来いバレット、俺たちはこの件の片をつけなくちゃいけないんだ。ピーターとラニングのために。あった、ビデオに映っていたシャベルだ。シャベル、エメットラニングの本が気遣いのできる人だ。どんなことにも、誰に対しても、俺にさえ生き
件が一致することはめったになかったけど、彼は決して諦めなかった。俺が彼を失望させてしまった後でも、安心してくれ、エメット。俺が必ずこんなことをした犯人を。待て、どういうことだ。あの水は全部どこへ行ったんだ。これはどういうことだ。本当に正しい道か。俺の頭がおかしくなったのか、それとも。待て、一体いて、走れ、エリス、走れ。これさ、ヘルメット調べなくて思ったんですよ。はい、食べ。バレた。え、道間違えた。バレたじゃん。木が倒れてるのかな。大丈夫。うわ、クソ、やめてくれ、こんな時に。おい、ちゃんとついてくれ。バレット。バレット、自分がどこに向かっているか分かっているんだろうな。まあ別に懐中電灯つけてもオッケーです。別に敵が出るわけじゃないし。これは壊しちゃいけない。まあどっちもあったか。なんてこった。すぐにだ。くそ。写真は別にいいんだけど、まあいいか。スタ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 、早くこっちよ。ダメ。新着メッセージが一件あります。シーラ、モデル、エコモ、ジンゴ、殺戮、剣を、敵、暴虐、敵敵敵敵敵しか言ってない、後半。ひだでんかよ。
열었어요. 어, 그래구나. 이때 나는 열었어. どうしてまたここに戻ってきてしまったんだ。まだここに戻ってしまった。 늑소같이 誰かが これを俺たちに残していたらしい。 Sure. 手を貸してくれ。 何を見つけたんだ、 バレット。 タッピーイーストクリーク材木会社。 待てよ、 このロゴには見覚えがある。 ラニングが言っていた場所だ。 ちゃちゃちゃ、 宇宙にして。 もしかしたらようやく何らかの答えが得られるかもしれない。 あれ、 バレット、鍵を。 こっち来い。 よく匂いを嗅ぐんだ、 バレット。 大事なことなんだ。 いいぞ、その調子だ。いいぞ。そうだ、俺を案内してくれ。置いてくよ、バレット。イライダー5、応答せよ。で、なんだ、これは誰なんだ。ああ、スタスタ行くよ。 はい、おはようございます。いや、現実じゃない。行くぜ。別にあれはやんなくていいのかな。何なんでしょうか。でも破壊しない。わかりよ、バレット。大丈夫だ。 よし。 バトルフィールドザナです。コールオブデューティー。突然のコールオブデューティー。うるせー。落ち着け。とにかく落ち着け。いや、これはもう。うるせー。ノックか。
レット。俺は もしお前がいなかったらどうなっていたことか。こんなことはきっと、俺はきっと大丈夫だ。俺は大丈夫。いい子だ。いい子だ。大丈夫なのか？もうおかしなっとるから。さあ、いよいよキャンプかな。めちゃくちゃ難しいんだよ、キャンプ。ここの直角カーブ。ずーん。ずーん。ずーん。待てよ。あれは線路か？どこに通じているのか調べてみよう。こっちだぜ。ここに電波が来るはず。ちゃあ。ジェス。いや、ジェス。いや、その、ただのご機嫌伺いだよ。どうするかなって。つまり、ご機嫌伺い。で、元気？まあ、スムーズなセリフ。あなたって根っからのドンファンなのね。おいおい。ドンファンってなる。君が暗い泥だらけの森の中を駆け回ったらどうなるか見てみようじゃないか。きっとロマンスのスキルは上がらないよ。そういえば、何か進展はあった？ジェス、俺、この森で何かとてもおかしなことが起きているんだ。ええ、もし私は、これ一番の難所だと思うわ、マジで。ごめん、今は説明できない。どこから始めたらいいかもわからないが、ただ、あのさ、もし何かあったら、君に知っておいてもらいたいんだ。ちょっと、やめて、エリス。何を言おうとしてるにせよ、戻ってきてから言えばいいでしょ。わかった？俺は、うん、君の言う通りだ。エリス、あなたがどんなことに首を突っ込んでいるのかわからないけど、でも帰ってきていいの？写真を撮らない、エリス。そうしても誰もあなたを見くびったりしないわ。特に私はね。俺にはできない。少なくともまだダメだ。ごめん、ジェス、もう行かないと。また後で話す。投げんだよ、仲間の仕上がって。はよ。まただ。あいつらは一体何者なんだろう。分かってたってな。もうぶっ殺しまくってるってこったな、イリスは。やばいわ。トロッコ。トロッコ。ドンキーコング始まる。よし。このトロッコは絶対に必要だろうね。マニュアル？チラミ。電車でゴーならぬトロッコでゴー。はよ。したら降ります。ここだよな。マジむずいから、ここ。こんなところに伐採地があったとは知らなかったな。60年代に許可証の発行をやめたんだ。見える。大昔だな。がードア開きまーす。はい、開いた。あれ、開いてない。なんでやねん。なんで戻っちゃうんだこれ。今よし。
여기로 가다 쓰이 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 멘테넌스 보여와 기타이되기소다 요비노 파츠가 残っているかもしれない 쓰이 오케이 つけとく したら線路をたどっていきます線路をたどっていって遠いんだよ明かりから離れないようにしような明かりの方が安全なはずだからこれはつけないでいくんですねマジでありいいからあそこにいますねここにいますけど映ってないんです 刺激をしなければ問題はありませんので、だったと言っちゃいましょう。左右確認して、いる。怖え。いやマジ怖え。わあいたわ。 大丈夫かな? あぶれ見えない見えない見えづらなんだこれ家の中入ってるっぽいね <笑>見えねえよ<笑>何も見えない。まあこうやってゆっくり歩いていけば多分大丈夫だと。ドックタグか。でも見えてないんだよ、ね、色気を。いやそんなことはありえない。ああ。そうだ。先へ進もう。 何?あ、今写真だった。まあいいよ。写真撮っても問題ないし。この裏の、これ。取りに行け、バレット。行け。マジ鬼畜だな。 来るすぎんだよ一つ片付いたよしオッケーじゃあ帰りましょう見えねここにいるんだけどさ<笑>ギュブルブル言ってんねちっちゅうワイプで移動するのマジだるいよほんとバレットについていくか さあ行くぞ。こっち合ってると思う。よし線路だ。 こう辿っていけば、さあキャンプ B ですね。キャンプ B まああそこにいるもんね。あれはあ、ブルブル。ブルブルやめてよ。見えない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 。何も見えん。あそこにおるけ。そんなん別にどうでもええねん。 近い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 よ近いんだよやば見えねえな何も見えねえよ
近いって。微妙に動いてんの。わかんねえ。よしよし。裏側に来ちゃった。あー、着いたぜ。よかったよかった。診断書。まあ、ここまで来ればライトつけてもいいから。ライトつけてもここマジわかんねえからな。くるっと回って。どこだ？こっちか。たらここ登り、ここ登る。こいつはボロボロだけど、まだ何か回収できるものがあるかも。これこれでいいだろう。よし帰ろう。手紙がある。まただ、まただ。バッテリーのところじゃん。したらこっから戻んなきゃいけないよね。ここから戻るってどうやって戻んだって話よね。マジでよ。俺どっから来たんだよ、これ。意味わかんねえよ。線路があるね。線路から、あそこにいるから、ちょいずれの方に行って、これやばいか。発動する可能性が。線路歩いて帰ると思う。マジ発動すっから、発動しない方に、発動しない方って難しい。危ない。危ない。いるな。あ、いた。心臓に悪い、ここ。あの光のところに行けば、勝ち。こんな感じでは大丈夫だろう。よしよし。抜けた。グドンいくぞボルト、電車ごっこ。オッケー、これで道が開けた。乗るんだバレット、これで線路に戻ったぞ。さっそくあの人手なしを見つけに行こう。
기타대나시리가요. 가당 쌔가당가당. 내려가. 어우 말했다. 어떠나시. 아아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 아
出ないんだけど、お前ここを一歩歩けば電話に出る。いや、ああエリス大丈夫？息切れしてるみたいだけど、家に帰るのに向かいの車が必要なら電話して。ありがとうチェス、何もかも車で来たんですけど。よっしゃい。行くぜーバルタ、競争だぜー。ここだ、ここが俺たちが探していた場所だ。遅いぞバルタ。ここでも電波入ったらレジチェスに電話する。はい、よし電話だ。電話遅れてよかったわ。全て順調？いや、また電話して悪いな。気にしないで、また電話遅れて嬉しいわ。全て順調なの？ああ、うん。即電かける。ちょっと木材伐採の基礎を学んでいるところさ。本当に？あなたはもともと手作業が得意だったものね。やめてくれよリンチ夫人、そんなに褒められたら女子みたいに赤くなっちまうよ。リンチ夫人、ヴァンパイアみたいな顔色をしたあなたにはちょうどいいんじゃない？それはさておき、捜索の方はどうなの？これまでのところついてない。でも近づきつつあると思うんだ。そうだといいわね。とにかく気をつけてお願いよ。わかってる、後で電話するよ。サラダバー、俺たちが突き止めることはなさそうだ。はかね。フラグを回収しないとやっぱダメか。古いけど廃屋じゃない。君が悪い。追跡ばーん。はい、開いた。よし、開いた。アディダース。じゃあ、いたぜ、ビー、ヒューヒュー。え？せーへー、お呼べ。ってこと、いくつかの傷はぼひどく切られ、血はまだあったし。どれどれ。たせさん並みの速さ。一体、どうして？手に何がどうなっているんだ。今一体何が起こったんだ。テープを見よう。オッケー。何の策を直撃してる。バレット。そいつは一体。バレット。変なおじさんね。言っちゃダメでしょ。変なおじさん、誰変なおじさん。
が殺したんだな。彼女の遺体か。お前が彼らの目を見た時、彼女の遺体か。遺体はどこだ。まだその時じゃない。彼は待っている。さもないと。さもないとなんだ。お前が俺を殺すのか。お前はあまりに弱すぎる。あまりにも怯えている。手が震えているじゃないか。しまっちゃおうね。海軍砲会議。海軍砲会議。しまっちゃおじさんめ。奴がいなくなった。俺をここへ引きずってきて姿を消したのか。応答しろユリス。で、どうでもすけ。何が望みだ。キャンプ場を捜索するがいい。何かがお前を待っているだろう。何かって何よ的な。嫌な予感がする。行く。ヘクトリー。来やがってこれ。よく聞けエリス。これは別に個人的なことじゃないんだ。俺はすぐお前を殺せる。しかし彼女がお前を欲しがっているんだ。彼女は少年については何も言ってない。これが少年、これがナイフ、これがお前にやってもらいたいことだ。木のところへ行け。わかるだろう。白い枝を集めろ。簡単だろう。いい取引だと思うがな。俺の言う通りにしろ。そうしたらお前を森の俺の居場所に連れて行ってやる。このクソ野郎。クソ野郎。待て、これは一体何なんだ。これはクソ野郎の後を追うのです。よし。エリス。で、じゃあ行くがいい。ライオンの住処へまっしぐらに。まっしぐら。カメラに目を向けろ。もうすぐ見えるだろう。それから犬っころを見張っとけ。さもないと奴らを起こしちまうぞ。バレ、やめろ。オジカを見つけた。死んでる。そうかい。俺が殺したんだよ。では皮を剥げ。なんだ。皮だ。剥ぎ取れ。それとも俺がガキの皮を剥ぐ方がいいか。今度は何だ。シンボルだ。お前に一つ作ってもらいたい。小枝と皮がある。あとはそれを使うだけだ。さあ早くしろ。わかったよ。やればいいんだろう、この怒り野郎。満足か。いや、まだだ。あともう一つ。今度は簡単だ。お
前が前にもやったことがあることだ。だがまず犬心にシンボルの匂いを嗅がせろ。お前の行くべき場所に連れて行ってくれるだろう。どうやって嗅ぎつけられる匂いは俺のだけだろう。とにかくやれ。こっち来い。バレット、おいで。待て、お前は怖くないのか。お前は本当に小枝を置いとけば十分だと思ったのか。まだ準備は整っていない。あっとい。で、ここで電話するわけだ。アンテナが一本だけか。これが最後のチャンスかもしれない。おかけになった番号への通話は現在おつなぎできません。ビーという発信音の後にメッセージを残してください。なるほど。ジェス、いや俺、もう一度話ができたらなって思ったんだけど、こういう運命だったんだろう。俺っていつもこうだよな。愛してるよ、ジェス。いつまでも。さようなら。アクション。行くぜ。中に何があるのか気にならないか。気にならない。止めるには何をすべきか分かっているだろう。で、これで指示しちゃいけないらしいです。仕方ケイル、早よくるバレてこい。これも言うこと聞かなくてもいいらしいけど、一応やっておきます。分かったかい。分かったかい。そういうことやるだぜ。つまりお前の唯一の解決方法は諦めることだ。俺はかつての自分を乗り越えたんだ。でい、バルト、この感じは好きになれないな。これは何なんだ。また遺体か。知りたくないか。なんだ。俺には理解できない。ちくしょうめ。てえ。だがろう。なんだ。いや、そんなこと。ありえない。バレット、行くな。どこ行くんだ、バレット。おい。バレット。
待ってろ、今行く。大変だ、お願いだ、動くんじゃないパレット、じっとしてろ。大丈夫だよ、いいから俺に、俺に。お前重いな。重いな。テーブルのおこぼれを食いすぎてたからだぞ。別に置いてもいいらしいとは聞いてるんだけど、一応ぶっ倒れるまで歩き続けるぜ。いい子だ、大丈夫、大丈夫だ。あなたはいつだって頼り、あなたはいつだって頼り。うるせえ。エリス、うるせえ。よっしゃー、やっとだね。もう長いの、もう10分ぐらい歩かされるんだよ、あれ。最悪だよ。俺を通してくれた、バレット。お前に俺を壊すことなんてできない、分かったか。俺はお前に負けたりしない。お前が何でやれ。彼はいつ切れて自分の妻を殺すのでしょうか。え、ローリン、保安官、やったぜ。何時間も連絡してたんだぞ。とにかく捜索は打ち切ることにした、それだけだ。悪く思うな、だがお前はあいつを置き去りにして死なせた。お前もそこで同じように死ぬのがフェアってものだ。さよならだ、エリス。よし、かー、おー、あなたは皆を失望させる。後ろ。だら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 だ。上を見ると、やめてくれ、もう耐えられない、やめさせてくれ。もう耐えられません。あ、やばいやばい、危ない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 。おい、つけよ。でですね、これは上にいるんですが、カメラをやるとですね、抜け道が見えるんですよ。どうだ、あー、どこなんだ、もうわからん。あれだ、ここに抜け道があるので、この抜け道に入ると。よし、したら誰も殺してませんね。したらこれを見る。バレット。まあどうでもいいですよ、これ。俺は何どうでもいいですよ、これは。しましょう。ジェス、俺、ジェス。くそ。くそ、ジェス。いたでんかよ。なあ、弱虫フェダル。いよいよ最後っすね。まあ、大体2時間ぐらいだよ。いや、そんなはずはない。俺はこの場所から遠ざかっていたのに。残り30分ぐらいかかりそう。俺はお前がどんなことを全てやったのに、これからどうすりゃいいんだ。バレット、俺は、俺どうしてあんな。どうしたらええんや、わけわかめやで、ほんまに。どうか何か役に立つものであってくれ。
아, 그 수. 이렇게 고마. そこはここだ後にはいけないエリスずっとそうだったんださあさっさと終わらせよう行くぞまたこのマークだしたらこんなもんねと あとここにバッテリーがあったんだけどもうないか。 これが置いてあるのとりあえず鍵をちょっと酔うかもしれないっすね。狭いし。うん、一体なんでまだここに戻ったんだ。うわーっつって、別にこれは ライトなくてもいいっす。他のやつと違っていた。明かりがどうのっていうのはなし。かー。ちゃんとついてくれ。ちゃんとつけこら。ここにガセッツ。見える。うわー。 あか。オッケー。止めたー。ところでなんでこんなものを公開しているんだ。あ、そうだ。これを調べてはダメなんだ。ここは仕方で。2階です。1階閉まるけど、いけると。なんだ。お前は前任か、エリス。前任。 邪魔じゃない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 
ダメよエリス。やってきた。よーしゃい、よいしょい。コーナー。自分に言ってる。死んでる。自分は死んでしまう。ちょっちょこちょーん、じゃがらじゃがら。あー、見てはいかんぞ。仕方たい。スーパーは仕方たい。やあ、くそー見えねえ。ジョコシュー、やだぁ。頭おかしなるね。アスー、あーマジかー。なんだおめえ。ちょ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 
まあまあ別に何でもねえと思うけど。うわ、ハダッシュ。どういうことなんだよ。一体何が起こってるんだろうよ。チョコレートが出てくる。チョコレートゴンニャ。はい。ひろくー、これな。なんて汚いんだ。あの男はここに住んでいたんだ。汚ねえ。何年も。汚ねえんだよ。くあ。してくれ。はい、よしよし。これはね、ひたすら丸ボタン連打す。で、行くと。行け。これは初めてのはず。あれ？どこ？下か。スタスタ。違うね。あ、はいはい。地のこっちで。で、ここと。よし。ここが地下室だ。ついにここまで来た。来たぜ。ピーター。くそ、ここにはいないのか。どうする。さっきの女性の人形はですね、あのまま放っておくと、グッズパーリータイムになるので、それはダメみたいです。なので、丸ボタンを連打して、バックにしまわないといけないみたいです。これ多分条件は揃ってるはずです。これで出なかったら分からん。しっかりとな。鍵鍵。知っとるよ。見えてる。この鍵をやったらもう終わりですから。なげ。長かった。2時間半ぐらいかかってるわ、もう。広げ5万。行け。レッツゴー、陰陽師。さあ、さあ、どうなる？もうエンディングっすね。どうなってしまうんだ。どうかな。最後が難しいっすよね。まだ天井の敵と、ラニング警部と木こりと、最後の人形かな。あんなん多分分かんないと思うんだわ、正直。敵を倒さないで済むのっていうのはあんまり難しくはないかもしれない。よく見てれば。いけるしね。多分分かんないけどな、これ、グッドかどうかは。
なんだって。さあ、どうなってしまうんだ。どうなるんだ。お願い、静かに。黙って。くっそりどうしよう、どうよ。お前はただの解体される子羊だ。立て、戦え。オッケーオッケー。彼女が要求することをやれ。俺は違う。お前は俺そのものなんだからな。俺はお前の全てだ。俺はお前の慣れの果てだ。慣れ果て。違う。メイドインがビスってる。彼女を潰させないんだろ。お前にはできないだろう。彼女を拒絶するなどできない。そんなことをしても何も変えられない。今さら俺はこんなに苦しんだんだ。今度はお前の番なんだ。俺は人形か。一度くらい男になれ。違う。言ってこの人形野郎、こうして終わるんだ。始まることもなく、こうして終わる。ああ、刺された。バルトはバルトにめっちゃ嫌われてます。めっちゃ嫌われてんねん、バルト。エリスは自分の悪魔を受け入れたが、彼らに違いされることは決して許されなかった。手で破壊されたバルトを気づかいながら、ダイヤシャノンの家の外をふらついてたか。僕は変わんないんだ。捜査に加わってピーター・カーバーに殺され、ピーター・カーバーに殺されて殺されちゃったの。香港の遺体の所在については何の手がかりもなく、ブラックヒルズの森から見つけることはなかった。たったマッキノンの遺体も気づくが揺すんでいるが、過労死していることが分かる状態であった。まあ、トットマッキノンさんってあれなんすかね。2000年にいるってことは未来人か何か。めでてえなー、やったよ、やった、新エンディング。これが新エンディングっす。いかがでした？かなり難しい、ティガめんどくせえ。めんどくさかったなぁ。というわけで今回では完全にブレオイッチ終わりたいと思います。それではね、また別の作品でお会いしましょう。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。